こんばんは。大丈夫かな。ちょっと事故った気がするけど。SKE48 さんの第9期生オーディションに参加させていただいています。エントリーナンバー51番の最あだ名はこいちゃんです。埼玉県出身の高校2年生17歳です。よろしくお願いします。サタボーさん、ゾンさん、ゆうきさん、ももいなさん、こんばんは。ツインテール似合いますね。ありがとうございます。ツインテールかわいい。よくヒートテックが出てきちゃうんです。ツインテール自体結構久しぶりにやった気がする。あんまりやらないな、プライベートでは。でも女の子の髪型の中だったらツインテールは上位で好きです。ワッショイさんでやってるかな。コメントじゃない、カウントと星投げありがとうございます。ゾーンさん、ありがとうございます。嬉しい。でもずっと無言になっちゃう、逆に。どうしよう、気づいたら無言になっちゃう。なんか今日は特技やろうかなと思ったんですけど、なんかコンディションが 良くなさそうだったから、今日はちょっとやめておきます。まだ温めておきます。いつだろう、あさってとかできたらいいなって思います。そんなに私はちょっとしょうもない特技なので、あんまり期待しないでほしいんですけど 飲み物の早飲みっていう、なんか配信し始めた時ってあんまり喋れないんですよ。なんかだんだん30分くらいしたらめっちゃ喋れるけど、多分配信するたびに緊張する。ゆうきさん、カウントありがとうございます。3回とも毎回来てくださってる。
ありがとうございます。300人、ねじまきさんこんばんは。ねじまきさんも多分3回とも来てくださってる。ありがとうございます。銀平さん、可愛かったんでフォローしました。ありがとうございます。嬉しいです。よろしくお願いします。頑張ります。ツインテール結構好評なのかしら。確かにでも昨日のポニーテールよりはちょっとマシかもしれない昨日はなんかコンディションが最悪だったと思う。多分ゾンさん初見です。初見、確かに昨日も一昨日も見てない気がする。見てない気がするじゃなくて初見なんですもんね。初見の人に好きになってもらえるような配信ができるように頑張ります。なんかいつも自分のことをなんだろう、初見の人に面白いって思ってもらえる配信ができてないので頑張ります。どういう配信が見たいんだろうって思ってて、ちょこちょこやっぱそうだ、自己紹介しなきゃ。エントリーナンバー51番のこい、あ、待って、こいちゃんです。テロップだそう。隠れてた。はい、できた。ねじまきさん似合ってる、ありがとうございます。ねじまきさん多分下ろしてんのもなんだっけ、ポニーテールもツインテールも全部見てると思うけど嬉しい。 SK ラーメン食べる配信みたいな、そう、私もやりたいと思ってて、やりたいなって思って、なんかこの間コンビニで見て、そう食べてみたいそう、本当はなんかダイエット中だからやらない方がいいなって思ったけど、やりたいそう、カップラーメンだからさ食べない方がいいね本当は。でも食べたい、食べたことない、あれ美味しいですよね多分。カップラーメンあんま食べないんですけどね、食べてみたい。パッケージがめっちゃ可愛い、あれ何味なんだろう。じゃあ今度やりますね。今度って言って日曜日とかできたらいいかな。歌声も聞きたいです。そうですね、何歌ったらいいんだろう。ちょっとまあでも、もしさ、もし合格したらさ歌うからあれなんだけどさ、ちょっとさいつもふざけてるから恥ずかしいけど、何の歌が聴きたいですか。銀平さん星投げありがとうございます。多分なんか
正直に言うと、そのなんか SKE さんの曲だと最初から最後までちょっと もしかしたら歌詞が間違えちゃうかもしれない、今すぐ歌うってなったら。まあ歌えるのは何曲かあるけど、リクエストには答えられないかもしれない。 NMB さんの曲だったら多分ほぼ大丈夫、特に昔の曲だったら絶対歌えると思う。ゾーンさん、強き者行きたいな、ちょっと練習しておきます。 SK の好きな曲とか、一番好きなのパレオが見られるのかな。でも何が好きかってあんまり一番で決めづらいよね。やっぱ好きなのって何曲かあるからさ。あと今ちょっと声ガサガサしてんのよねそんなにガサガサしてないけど、あんまりコンディションは良くないかも。言い訳ラーメンおじさん、こんばんは。昨日も来てくれた気がする。一昨日も、もしかしたら3回連続かな、間違ったらごめんなさい。僕らのエリーカ歌えますか。あ、めっちゃ歌えます。めっちゃ歌える、めっちゃ歌えるって変だけど超好き。本当に踊れるしめっちゃ歌えるし、てかそう、僕らのエリーカが NMB さんの曲の中でもカラオケで歌った時に一番いい点数取れるの。そう、いい点数って言っても大したことないけど、私の中だったら一番いい曲、いい曲ですね、いい点数取れる。で CD もユリーカは3枚くらい買ったかな。そう、めっちゃ好き、超好き。北川景音好きだな、わかる、めっちゃわかる。なんかミュージックビデオもすごい好きで、衣装がめっちゃ好き。まず曲も好きだし衣装もめっちゃ好きだし、初めてタイトル聞いた時びっくりしたけど、めっちゃいい曲じゃんって思った。かわいい、めっちゃ。てっぺん取ったるてか誘拐歌が、ん、どういうこと、替え歌。ゆうきさんめっちゃ星投げてくれてありがとう。剣坊さん、はじめまして、ありがとうございます。よかったらルームのフォローお願いします。申し出だったらごめんなさい。一昨日来ました、覚えてくださってありがとうございます。覚えるの得意なので多分来てくれた人はみんな覚えてます、多分ね。覚えてなかったらごめんなさい。誰かが星投げてくれてるんだけどさ、ちょっとわかんないや。え、どっかなんか変なとこから投げてんだけど、誰もいないところから星が投げられてんの、どういう状況これごめんなさい。ジンロクさん、こんばんは。こんばんは。ジンロクさんも3日連続ですね。皆勤賞ありがとうございます。ゾンさん、昔の SKE 曲何知ってる。むしろ昔の多分方が知ってると思うな。昔ってどのくらいの昔かわかんないけど、でも完璧に、なんか申し訳ないけど
めっちゃ完璧に歌えないかもしれない。ちょっとしか歌えないかも。なんか好きな曲めっちゃ集中して聴いちゃうから、あんまりさ全部歌えるよみたいな感じではないかも。なんだろう、待って、こうサビのさ一番最初の部分とかしかさちょっと分かんないけど、大体でも分かると思う。曲名は知ってるかな。ごめんねサマーとか、あと待って、昔ってどのくらいだろう、これ知ってるって聞いてくれた方が分かりやすいかもしれない。AKB さん、あ、待って、今日さあれだよね、8時から AKB さん出るよね、テレビ。 AKB さんだったら、でも好きなさ、好きな AKB さんのさ曲ってさ多すぎてさ、いいのありすぎてさ一番が選べないんだよね。なんか可愛い系の曲とかさ、待って、あ、違う、なんでもない可愛い系の曲もなんかかっこいい系の曲もなんかいい曲も好きなの多すぎて選べない。でも最近はもうずっとだけど、なんだろうな、でも最近十力シンパシーと彼女になれますかと、あとは君のことが好きだからとかずっと好き、言い訳メイビーも好き、あとはあーなんだろう、めっちゃある、キャンディーも好き、佐藤アミナさんがずっと好きだった、 AKB さん、HKT さんだったら12秒が一番好き、てっぺん撮ったんでね、スキーバージョンが撮ってるってな、あ、待ってごめんなさい、知らなかった、そうなの、てっぺん撮ったんで、大空片思い知ってますか、知ってます、でも全部は歌えないなどうしよう、今日歌う？顔出してると余計恥ずかしい。800人ありがとうございます。エントリーナンバー51番のこいちゃんです。埼玉県出身の高校2年生17歳です。よろしくお願いします。にじまきさん近い近かった。ゾンさん聞きたい、何歌おう、どうしよう。 NMB さんがいい勝手に、うん、なんかやっぱユリイカにしよっかな、どうしよう。でも初めての星が最近ではないけどずっと好きだけど特に好きかな。私声低いから低めの曲がいいなあとさあ、ノースリーブスさんも最近めっちゃ聞く。ペディキュアデイがずっと好きだったけどさ、最近さ種とかも好き。
カムカバーさん、こんばんは。何か楽器はできるの？でも結構楽器得意なの。なんか小学生の時にリコーダーのテストあって、なんかこう何曲かあるんだけど、テストが10曲ぐらいあったかな。一番最初にクリアできたのクラスの中でね。で本当に得意やった。あとはトランペットもやってた、小学生の時。でも1年でやめちゃった。そのトランペットも結構得意で、そう、でもやめちゃった。すぐやればできるんだけど、楽器ピアノもね、幼稚園の時と小学生の時にやってたけどやめちゃったから、今は何もできないかな。リコーダーできる、リコーダーそうね、知ってる曲しか歌えないもんね。初めての星お願いします。初めての星、どうしよう、どっちにしよう。初めての星にしようか。多分さ、でもさ、なんか私歌うまくないのね。だからさ、コメント欄しらけそうで怖いんだけど誰も何も言えねえみたいな雰囲気になりそう。軽い感じでいいのでは。確かにね、そうかも。なんか一番から最後まで歌うとかそんな長く歌わなくていいもんね。サビだけサビだけ歌おう。SKE の曲も歌ってね。SKE の曲、SKE さんの曲だったらパレオはエメラルドがいいな。待って、声ガサガサすぎて話になんないわ。ちょっと待って恥ずかしいな。この辺寝たい見て歌えばいいの？落ち着いて見えるから二十歳過ぎですと言われても疑わないかも。本当にね、本当にさ、私割とショックなんだけどさ、絶対にさ、本当に17歳に見られないの。本当に二十歳過ぎて見られんの。うん、辛い、めっちゃ制服着たらだってコスプレに見えるってことじゃん。つら、声も落ち着いてるからかな。喋ったら余計なんかこうさ、歩いててさ、たまにさ、サロンモデルとかのさ、スカウトとかさされる時にさ、二十歳以上なのにさ、そのなんかサロンモデルできるのがさ、なのにさ声かけられたりするからさ、あ、そんな老けて見えるんだって辛い。さっさと歌えって思ってる人がいるよね。ここで歌っていい？ちょっと1分以内だったらいいのかな。1分くらいだったらまだ画面にいるしね。1000人いた、ありがとうございます。じゃあちょっと歌います。初めての星、サビ待って、サビ
待って、歌詞間違ったらどうしよう。急に不安になった。待って待って待って、緊張して歌詞飛んじゃう。パリオはやめられるのにしよっかな急に変えた。はい、パリオはやめられるのにします。これも間違えそうな気がするわ。もういいや、歌おう。歌唱審査のいい練習になりそう。確かに確かに。でさ、緊張とかできないじゃん。恥ずかしいとか言ってらんないからね。うん、頑張れ、頑張ります。はい、パレオはエメラルド、腰に巻いた松、海の色を映してる。はい待って、歌詞間違えた。てか超恥ずかしいんだけど、やば。自分で思ったよりもさ、歌った時声高くなる。恥ずかしい俺さ、このさ、来てくれてる人ってさ、累計っていうのかな、今来てる人だけじゃないよね、合計だよね。 1000人に聞かれてるってことは多分ないと思うけど予想より良かった、良かった。歌うまいです。うまいことはないと思うけど、ありがとうございます。いい声ありがとうございます。もうちょっと聞きたかった、カモミーネさん。もうちょっとで練習します。次ってさ、ハットするエメラルドで合ってる。もう待って、今日全然歌う気なかったからさ、正直に言うとさ、だから練習も何もしてないのよ。また今度じゃあちゃんと練習してきます。SK さんに聞くやつちょっと歌ってほしいの、リクエストしてほしい。それで一番多かったやつをちょっと歌おうかな。みんなの SK さんの一番好きな曲、一番好きじゃなくてもいいけど歌ってほしいのあったら教えてください。なんか心配です。エスケープのダンス大丈夫かな。何、どういうこと、何を心配してくれてるの。ダンス一曲に絞るの難しい。確かに、うーん。てか私さ、今何も聞かないで歌ったのよ。ちょっと聞きながら歌ったら違うかもね。イヤホンさしてさ、こうやってやってればいいの。イヤホンさしながら歌うのは大丈夫だよね。
流さなければ大丈夫だもんね。ここに私さ、一番最初に書いたやつだからさ、あだ名書いてないのよね。どっかに書いとこ。エスケープの曲知ってますか？知らないです。ごめんなさい。わからない。マスクさん、こんばんは。ありがとうございます。初見さんで合ってるかな？間違ってたらごめんなさい。あ、ダットさん、こんばんは。予約見れてありがとうございます。3日連続だと思う。多分合ってるよね。ありがとうございます。さっき歌っちゃったけども。今度のいつか配信するときにやりたいのは3つかな。特技やるのと SKE さんのカップラーメン食べるのと、また歌うのやりたい。やります。これからの配信で。バレたか。そう、本当にさ、私全員覚えてるから、コメントしてくれてる人めっちゃ覚えるの得意なの。チャリっぽい、嬉しい。それは嬉しいけど恐れ多すぎる。めっちゃさ高柳あかねさん、チリさんの顔めちゃくちゃさタイプなの。昨日お誕生日だった。おめでとうございます。SKE の激しいダンス曲、ちょっと勉強しておきます。すぐ髪の毛触っちゃうわ、やめよう。仕事で遅くなった。そうなのね。ありがとうございます。SKE のカップラーメン、今お湯で待ってるところ。すごい、たまたま。今日の夜ご飯。みんな食べたことあるのかな？あのカップラーメン。どうすればさ、あのさ、ルームのさ、フォロワーさん増やせるんだろう、ずっと思ってる。そんなにさ、でも増やしたらあれだよね、フォローしてる人の通知が行くんだよね、多分配信開始したら。うん、あんまり多くない気がする。からそう増やしたいの。皆さんフォローお願いします。どこにあるか分かんないけど。
ハートのやつ。今日のツインテールも可愛い。ありがとうございます。皆さんの好きな髪型を教えてください。一番じゃなくてもいいですよ、何個でも。いや、好きな曲とさ、好きな髪型さ、書いてください。何個でもいい。なんか今日はさ、夜ご飯さいっぱい食べたのになんかお腹空いたんだけど、ほんとやだ一生ダイエットできない。ねじまきさん、僕は知っているよとか。好きな曲は枯葉のステーション。髪型はストレートのちょっと巻いてる感じの。ストレートのちょっと巻いてる感じなんて結構難しいな。こういうこと、こうまっすぐでさ、毛先さもこう内巻きにしてるってこと？どういうことだ？ゆきさん、ユリイカと三つ編み一緒じゃん私も NMB さんの曲、 NMB さんが好きなんですかね、わかんない。 SKE さんの好きな曲もあったら教えてください。三つ編みってさ、ずっと思ったけどさ、あんまり似合わないっていう子いない気がする。三つ編みしたらみんな大体なんか可愛い気がする。気のせい？三つ編み似合う子多い気がするのよ。読み方間違ったらごめんなさい。元宮渚さんかな。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。また時間が分かんなくなっちゃった。このさ、ライトがちょっと眩しいないとないでちょっとやばいんだけど、また声がサガサになっちゃった。元宮渚です。本名ではありません。合ってた、よかった。髪綺麗ですね、ありがとうございます。ジェームのフォローまだだったらよかったらお願いします。多分初見さんですよね。ありがとうございます。エントリーナンバー51番です。よろしくお願いします。埼玉県出身の高校2年生です。お品投げありがとうございます。皆さん、
メンバーの髪型だと野島さんみたいな感じ。わかりやすいですね。名前誰かのメンバーさんとかだとさ、わかりやすい。もっとさ、こうさ、なんかなんだろう、ちょっと話を盛り上げられるよね。頑張ります。うーん、何を話そうかしら。髪長いからいろいろできそうだよね。結構さ、できるんだけどさ、全然しないの。なんかね、ストレートで下ろしてるのがさ、一番楽だし落ち着くの。髪の毛でもまだもうちょっと伸ばしたいなって思ってるけど、全然切ってないからやばいなって思ってます。今日のセーターも可愛いね。ありがとうございます。昨日も褒めてくれた服。みーたんさん、声張っていこう。そうですね、声さ、そういつも怒られるの、家族とかにも。声ちっちゃいって。だからさ、そう、聞き取りにくいんだよね多分。怒られちゃう、いつも。何言ってるか分かんないって言われるの。とりあえず笑っとこう。笑っときます。なんか歯出した時、笑った時の顔が好きじゃなくて、だからさ、プロフィール写真すごい嫌なんですよ。あんまり歯出して笑うことないのにさ、笑ってて。てか明日から12月ですよね。早いよ。今日11月30日。もうあと1ヶ月で今年終わりじゃん。早っ。今年が一番なんか結構、うーん、自分の中では結構変わった年かもしれない。皆さんはどんな一年でしたか。ちょっと早いけど、明日土曜日だ。明日も多分、明日でもどうだろう、7時から8時かな。大体でも毎回7時から8時で安定させられるようにします。何時が来やすいんだろう。自分的にはこの時間が一番いいのかなって思ってるけど、皆さんの見やすい時間を教えてください。善六さん、
安定の時間ですか。そう、安定の時間。私さ、いつもさ思うんだけどさ、ライブのさ予定管理みたいなのさあるじゃないですか。あれできてるよね。できてないのかな。なんかどこで確認するのかはあんま分かんなくて、うん、そうだから一応もし時間変わってたら登録しておきます。人集まりやすい時間だよね。そう、でもライバルも多いか。確かに。え、でもさ平日ってさ5時から10時までの間しかできないからさ、基本誰かしらやってると思う。朝とかできたらさ絶対かぶあんまりいないと思うんだけど、7時から8時確かに多いかもね。見やすいもんね。なんかいっぱいさやってる中でさ選んできてくれてるの、ありが本当にありがたい。ありがとうございます。なんか画面見てると何話そうとしたのか忘れちゃう。明日は7時なら見れるかな。わかりました。なるべく7時になるようにします。でも今日もさ多分さ6分くらい過ぎたんだよね。確か7時6分くらいから配信してる気がするから、そうそう、ちょっとなんで書いたんだろう。全力さん、なんで星になるの。泣かないで。9時以降は16歳だから少し減る。あ、そうじゃん。確かに私ギリそうなんだよね。17歳だからさできる。今テレビに AKB さんが映ってます。でもさ16歳未満の子ってもうそんなにいないよね多分。ほうじ茶さん、なんだろうこれ。待って、怖い怖い怖い、倒れそう。なんて書いたんだろうこれ、ごめんなさい。あ、ゆうきさん、誰もありがとうございます。何個だろう、200個ぐらい。いつもありがとうございます。本当に全部の配信で投げてくださってる。だるま描けないな。描こうと思ったけど無理だわ、ごめんなさい。ゆきさん、誰もありがとうございます。あ、目が変になった。配信始まる前からフォローしてました。すごい、え、本当にありがとうございます。よく見つけてくれました。同じの見てるわ。みんな見てるかな。今音なしで見てる。
今日もさ配信7時からだからさ、あ8時に終わらせれば見れるんだって思って、そう見たいなって思って、そういつも8時に終わるから、そう8時に終わるから見れるやって思ったっていう話でももう8時か、もう1時間経つのか、早い。瞳が綺麗。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。書き直してくれて。ありがとうございます。録画してない。録画あんまりしないかな。なんか録画したら見なくなるみたいな。あるよね。私だけ？なんかリアルタイムじゃないと結局見ないんだよね、テレビって。なんかめんどくさくなる。めんどくさくなるし、忘れるし。最近の悩みは、なんか寝ても寝ても異常に眠い。本当に。今日もさ、多分さ、何時間だろう、9時間くらい寝たのにさ、すごい眠くて、今はそんな眠くないけど、お昼眠すぎてちょっとやばかった。立ちながら寝そうだった。ウインクして GTO さん。ね、待って、これさ毎回さリクエストしてくれてる気がするんだけど、気のせいかな。私多分3回目でリクエストしてなかったらごめんなさい。違う人だったらごめんなさい。やります。できてないかも。できてないで2倍速では見ないかも。なんか2倍速で見たらさ面白いめっちゃ面白いよね。そうじわるあの感じ。なんかショールームとかもさ、なんかこう配信者誰かの見ててさ、その時にさ配信見ながらその人のプロフィールとか見たらさ、配信戻った時にさすごいなんか倍速みたいな感じにならない？わかるかな、伝わるかな、なんて言うんだろう、元の配信画面からプロフィールのとこ下のところとかまで行くとなんか高速になってる、戻った時にその見てなかった分が再生されるみたいな感じ。ヘタッピウインク、かわいい優しい、ありがとうございます。それなるね、やっぱなりますよね。私だけじゃなかった。もう8時だ。13位までの方これに書きます。ちょっと無言になっちゃう。待って、書ききれないかもしれない。5、6、7、8、9、10、11、12、あ、超ちっちゃくなっちゃう。11、12、13、このちっちゃくなっちゃう。と配分ミスです。はい
もうちょっとで2000人いく。昨日も2000人いってさ、切った気がする。今日もそうしよう。でも昨日はちょっと過ぎたけどね。一旦コメント読む。途中で変わったりして、そう、それが今ちょっと怖い。多分なんかすぐ変わるよね。ちょっとしたらどうしよう。ちょっと急ごう。そしたらちょっとどうしよう。読みます。書き終わる。なんかさ、読み方さ間違ってたらごめんなさい。一応みんな書いたけど、1位、ゆうきさん、ありがとうございます、いつも。2位、みきわさん、昨日も多分来てくれた、ありがとうございます。3位、やみちゃん、ありがとう。4位、ジン63と3回連続ありがとうございます。5位、しゅうかちゃん、ありがとう。6位、ねじまきさん、ありがとうございます。ねじまきさんも3回連続。7位、ななさん、ありがとうございます。8位、もえささん、ありがとうございます。9位、銀平さん、ありがとうございます。10位、ダットさん、ダットさんも3回連続ありがとうございます。この辺ちっちゃくてごめんなさい。11位、ももいなさん、ありがとうございます。12位、なんか名前間違ってたらごめんなさい、みどりさんかな、ありがとうございます。13位、深海さん、ありがとうございます。映ってないわ。あ、2000人いった。連続さん顔文字かわいい。ダットさん、ありがとう。こちらこそありがとうございました。1時間が毎回早い。始まるまでさ、いつもさ緊張するの。もう朝起きた時からさ、あ、今日の配信どうしようって思って緊張するけど、始まったら意外とやっぱ楽しくてすぐ終わりますね。素晴らしい記憶力、本当に記憶力いいから自分で言うけど、勉強とかはできないけど、名前覚えるの得意本当に。はい、スクショタイムやった方がいいのかな。もえささん、今日が初見でした、また来ますね、ありがとうございます。そうですよね、まだ見たことなかった、また来てください、覚えておきます、安心させられるように頑張ります、ありがとうございます、優しい。コンタクトが痛くなってきたわ。なんかこれ猿みたい猿みたい、これも。はい、明日も来るね、ありがとうございます、待ってます。はい笑ってくれたみんな面白いけど可愛い、可愛すぎ、ありがとうございます。2000人いった、ありがとうございます。
明日からも頑張ります。無理をしない程度に来てください。待って、もう1時間経ってるね。8分かな今。切ります。まあ明日も何かしらの配信をしますので、よろしければ見に来てくださったら嬉しいです。ありがとうございました。また切り方忘れるとこだった。切ります。バイバーイ。